高性能 SVX モデル登場か。ランドローバーは、ディフェンダーの新たな高性能モデルを開発中で、冬のコンディションで最新段階のテストが行われている。今回、その姿が間近に目撃された。カメラに収められたディフェンダー110のプロトタイプは、黒と白のカモフラージュにブロンズのペイントを施した仕様で、 休眠状態にあったサブブランド SVX の復活が期待されている。ジャガーランドローバーの SVO、スペシャルビークルオペレーションズ部門は、量産車を極限まで改造した SVX ブランドを立ち上げ、従来の SVR や SV オートバイオグラフィーと共に、販売することを計画していた。その最初の一台は、 最高出力 525PS の V8 エンジンを搭載したディスカバリー SVX となる予定であったが2019年にプロジェクトは中止された以前ディフェンダー SVX と思われるプロトタイプがドイツのニュルブルクリンクサーキットでも目撃され4本出しのマフラーが確認されたこれは 既存のディフェンダー V8 と同じスーパーチャージャー付き 5.0LV8 エンジンの搭載を示唆するものだディフェンダー V8 では最高出力 525PS 最大トルク 63.7kgmm を発揮するパワートレイン以外にも大幅な変更が加えられているようだ例えばオーバーフェンダー 専用のオールテレインアイテムと思われるホイールとタイヤ。大型のマットフラップが外観を引き締めている。フロントバンパーをダメージから。守る専用パーツなどの装着も確認された。オフロードに特化した高性能モデルとして、メルセデス AMG G504×4 スクエアードの対抗馬と考えることもできる。